じゃあゲームを始めていきます。基本的にプレイヤー同士ではなくてプレイヤーとディーラーがゲームをしています。で、進めるときは必ず数字をカウントしてあげてください。でこれはエースが11か1 8なので19です。じゃあ19 stay、はい、じゃあ次のところに進みます。でこれは10たす6なので16 hit、もう1枚上げて19 stay、はい、で次のところです。15 15 hit、 でこれはまだバーストしていないです。これが11か1なので1に戻ります。で1たす5 4たす9なので14になります。 hit、はい、でここで10が出てしまったのでこれは24 24でバーストになります。バーストの時はチップを先に取ってカードを取ります。でちなみにこれみんな足し算をしていくんですけど、これはあのディーラーの役目なんですよね、足し算は。そうですね。なので、カードを使いながら足し算が早くできる練習をしておいてください。で、皆さんのカードをディールし終わったら今度はディーラーの2枚目のカードをオープンします。ディーラーは最低17ないといけないのでまだ5なのでもう1枚引きます。15なのでもう1枚引きます。で15たす6なので21で21対プレイヤーの数になります。で、19対21なのでこの人は負けです。でこの人も19なので負けになります。そうですね。これ10、これがプラスした時にこれが21以上になったら自動的に生き残ってるプレイヤーが勝ちになるので、あったチップに対する同じ配当1倍の数を上げてください。なので10かけられていたら10を渡してください。1をかけられている場合は1を渡してください、はい、なんでこれは負けているので先にチップをディーラーから見て右から片付けていくってことなんですよね。そうですね。でチップを取り終わったらこれをカードを取っていきます。で戻して今度また Please place your bets って言ってまた次のターンのゲームを始めてください。